どうもクライムです。まずはチャンネル登録といいねボタンをお願いします。さて皆さん、この顔を覚えているでしょうか。もちろん見覚えがあることでしょう。今の若い人たちもおそらくなんとなく記憶に残っているんではないでしょうか。当時本人はね、クソ真面目に記者会見をしていたにもかかわらず、世界を笑いのるつぼに貶めてしまったという出来事でした。まあその後ね、いろいろ活動されていたようですけども、まあ現状どうなのかそこまで私も把握しておりませんが、なんとですね、この号泣会見10周年ということだそうです。いやいや、もう10年経ちましたか。まあ、ということで、これからも野々村雄太郎氏、ぜひね、ご愛顧いただきますようお願い申し上げますということで、最後この動画を見て終わりといたしましょう。誰がね、誰に投票しても同じや同じや思ってこの世の中を変えたい。兵庫県議会の無所属野々村龍太郎議員は、去年度の収支報告書の中で、自宅がある西宮市から特定の4カ所までの往復の切符代を政務活動費として支出していました。行き先は城崎温泉に106回、福岡県に16回など、去年4月から195回に上り、金額はおよそ301万円となります。報告書には交通費の領収書がないほか、活動内容について具体的な記載もありませんが、議会の手引きに従い問題はないとしています。高齢者問題は我が県のみの我が県のみだ我が県のみならず西の宮日本中の問題じゃないですか。命がけであなたでわからんでしょうね。県議会事務所は野々村議員の一連の行動に違法性はないとしていますが、今後議会の手引きについて見直していく方針です。いや、裏金議員どももこれぐらい命がけで会見開いてみろやということで、今回は以上となります。ではまた。